皆さんこんにちは。英語喉の著者の上川です。本日はワンオクの Wherever You Are を発音を正しく歌うという企画です。実はですね、発音というよりも発声に、外国人の歌い方の特徴があります。外国人のように声を出すという練習をしてみたいんですけれども、まずですね、息を吸いながら声を出す練習をしてください。例えばこんな感じです。息を吸いながら声を出します。そうすると首の全体が声が響きます。理由は息を吸っているので喉が開くから自然と喉首が響きますね。そしてこんなといった響きを覚えておいて、それを普通の声でというふうにやります。あとですね、歌をですね、息を吸いながら歌う練習をします。それから口をできるだけ使わず力まさない。普通英語の発音というと、ね、口が活躍すると日本人は勘違いしておりますけども、口とか舌をね、意識するとますますというか変な英語になってしまいます。顔、口、ね、首全体をリラックスさせて英語喉にしてください。こんな感じになります。そして最後ですけども、声を水のようにイメージして、首の底に、まあ、池があると思うと、池とか沼があると思って、そこにね、そこにその声を溜める感じですね。ちょっとこれ実践してみないとわからないんですけども、例えばですね、うさぎおいしいじゃなくて、うさぎよーって言った時にこう水が溜まるように首の底に行ってやっています。それではやってみようで、これはですね、ワンオクロックの Wherever You Are の歌詞ですけども、ちょっと言ってみましょう、ね、息を吸いながら歌いますよ。 I'm telling you I lovely whisper。 できましたか？挑戦してみてください。では最初、今度は息を吸いながら、そして普通の声でいきます、ね、2回目はね、 I'm telling you。 で次は普通の声でいきます。I'm telling you。 できるだけ息を吸いながら言った時に響いたのがまた同じような響く感じ、ね、いいですか？次の2番目いきます。 I softly whisper。 お、ね、たくさん息を吸って I softly whisper、ね、次ですけども、できるだけ、口を使わずに首の奥の辺で言ってください。もう一回最初からいきますよ。 I'm telling you、ね、口を大げさに動かすと I'm telling you になりますけども、できるだけ動かさずに、もう極端なぐらい動かさずに、練習ですから。もちろんちょっとあのね、声あの明瞭性は欠けますけども、 I'm telling、 わざと明瞭性なくして、言ってますよ。 I'm、 ね、首の底が鳴る音だけで歌ってみましょう。ね、意識的にもね、音程が上がるとどうもね、ちょっとこう上の方に来ると思うんですよ。意識が I'm telling you みたいなね、それをできるだけ抑えて首の底だけで歌ってる感じ。I'm telling you、ね、I'm telling you I softly whisper tonight ね、腹話術のように口を動かさずにね、やってくださいね。そして、声を水のようにイメージして溜める感じで言っています。いいですかね。 You are my angel。 で、こう溜める感覚が分かってきたら普通の口でね、あんまり大げさにしたらダメですけども、 You are my angel ってやります。次の部分行ってみましょうか。日本語でも同じ要領ですよ。愛してるよってはっきり言わずに、愛してるよ二人は一つに。で、私も素人ですので、例えば一つとちょっと音程があるときに口の方にね、口発音っぽくなってしまうんですけど、我慢してね、 Tonight I just say で、我慢してほしいのは、音程が上がるとどうしても意識的にね、この発声地点が上に来るんですよ。
例えばドレミファソラシーとかこわーっとかね、それを我慢して音程が上がっても首の底で、例えばドレミファソラシーみたいなね、いいですかね。まあ以上です。ちょっと難しいですけども、ね、で最後のアドバイスなんですけれども、英語の発音っていうのは、発声が大切になってくるんですけども、それはね、英語で勉強するとね、姿勢をリラックスするとかね、普段からね、日常生活を変えないといけないんですね。それから寝るときにね、横で寝るっていうのはすごい大切で、ベッドがふわふわしてないと、ふかふかのベッドじゃないと難しいんですけども、枕をたくさん使って横で寝ると深呼吸しながら寝ることになるんですよね。だから一晩中リラックスしてこう深呼吸することになるので、起きた時に声が深くなるというのがありますね。犬なんかでも横で寝てますけどもね、同じことです。皆さん犬を飼われたら観察してほしいんですけども、横で寝ていて、ちっちゃい犬でもものすごい深い息でね、横で寝るからこそ骨格上の理由で肺がこうね、アコーディオンのようにこう大きく開いたり閉じたりするということですね。そしてまあこれは英語の喉ということでですね、私のね、英語の発音と聞き取りの本、英語の喉というのでですね、ちょっと検索していただいて、勉強していただければと思います。それではよろしくお願いします。英語の喉、また明日。